Thank you.
そろそろ。じゃあ池袋にいるかなと思って連絡したんですけど、いたんですね。あー、いやなんか友達が飲むっていうから池袋に来たんですけど、なんか連絡が、私がコーチのマネージャーと一緒にいたから連絡できなくて、で帰っちゃって、私が池袋一人になっちゃって、でいるかなと思って連絡したんです。いやなんか板橋に泊まっていたんで板橋の子に連絡して、で聞いていたら、そうです、一応でもなんか男の子の家だから泊まっていけないんじゃないかという。まあ関係ないですけど。